爆発的に人が増え、景色が様変わりした横浜の北部。そこを通る中原街道には、将軍家の休憩所がありました。小杉のそれと違い、目立つ特徴があるわけではないので、知らない人が多いかもしれません。今回は、中原街道の横浜区間をドライブしながら、沿道の歴史を探ってみます。川崎との市境からスタートです。前回の川崎に引き続き、横浜でも丘陵地帯を進んでいきます。そのため、アップダウンが多めの道になっているのが横浜市内の特徴です。この丘陵地帯というのは、市内の地名に影響を及ぼしています。例えば、今走行しているあたりを指す山田。山深く、田畑にできるような平らな土地があまりなかったことに由来します。今回は、こういった地名がたくさん登場します。旧道はここを右です。古い道を探索すると、脇道に入ることが多くなります。もともと農村ということもあり、農地は平らな土地に、集落は山の縁に形成されました。それらの集落をつなぐため、中原街道は山の形に沿って曲がっています。人や馬が通るだけであれば、このように曲がっていても、もっと言うと、多少狭くても問題ありませんが、車社会の現代では事情が異なります。なるべく大きく、なるべくまっすぐに、なるべく高低差がないように道が改良された結果、古い道は脇道にそれるような形になってしまいました。こちらは、のちめ不動尊。このお不動様に関するご利益の逸話が残っています。時代は明治末期。全国的に流行病が猛威を振るった時代です。他の地域では流行病で倒れる人が多かったのですが、のちめ不動尊を信仰していた人々は犠牲者を出さなかったことから、ご利益があるとして、この地でより深く信仰されるようになります。のちめ不動尊の他に、この地には重要なものがあります。それは山田神社の釣り鐘です。神社は右手に見える山の一角にあります。神社に釣り鐘というのも不思議な感じがしますが、江戸時代まで神社と寺というのは今ほど明確に切り離されていませんでした。日本土着の信仰と中国を経由して伝来した仏教が混ざり合い、神社に仏像を祀るといったことが当たり前のような状態でした。これが変わるのが明治時代。天皇を頂点とする国家体制を改めて確立するため、神道と仏教の分離が推し進められます。その流れで、仏像や釣り鐘といった仏教由来のものが神社から取り除かれていきました。ところが、山田神社では釣り鐘が廃棄されることなく、現存しています。これだけでも十分珍しいのですが、さらに珍しいことが重なります。太平洋戦争で物資が不足した日本。政府によって、全国の金属という金属が回収されてしまいます。全国の寺院では、多くの盆鐘が回収されてしまいましたが、山田神社の釣り鐘はこれを免れます。当時、すでに米軍機が飛来することがあったため、非常時の継承として必要と認められたのです。明治の神仏分離令と昭和の金属類回収令から免れた釣り鐘というのは、大変貴重なものですね。ここで、旧道は、さらに右にそれて、旧道の旧道へ。再び丘を越えるために、上り坂になります。左手に杉山神社が、さらに奥には、現存する関東最古の民家があります。国の重要文化財に指定されている関家住宅です。書院や表門を含めた家屋があり、民家といえども、とても立派な造りの邸宅です。それもそのはずで、小田原の北条氏の家臣の家と伝わります。ここで、唐突に T 字路に突き当たります。本来であれば、中原街道はこのまま直進していましたが、ニュータウン開発によって途切れてしまいました。登った丘を下らずに移動するルートになっていたようです。通れないものは仕方ないので、迂回することにします。せっかく迂回するので、その間に横浜の茅ヶ崎を紹介します。茅ヶ崎の由来は、A に漏れず諸説あります。一つ目は茅ヶ谷というイネ科の植物が茂っていたからというもの。かやぶき屋根の材料でもあり、人間とは深い関わりがある植物です。そういった意味でも、かやから地名になったとしても不思議ではないですね。他の説には、高いところを指す塚崎から茅ヶ崎に転じたというものです。中世には、
茅ヶ崎の丘の上に城が築かれたことからも、こちらも説得力があります。茅ヶ崎の周辺は、港北ニュータウンの創生によって大きく様変わりしました。高度経済成長でベッドタウン化が著しかった横浜の市域。無秩序に開発されることを抑えるため、横浜市は6大事業に位置づけて港北ニュータウンを建設しました。その際に、開発エリアからは多数の遺跡が見つかり、発掘調査が行われます。発掘が終わると、ほとんどが市街地として開発されましたが、茅ヶ崎城址は当初から緑地化が検討されていたことから破壊を逃れ、現在は公園として公開されています。茅ヶ谷から来たのか塚崎から来たのかは分かりませんが、どちらも茅ヶ崎という地名になりうる一定の納得感がありますね。大塚原の交差点から左折し、これで昔の道に復帰です。さて、この周辺は二代将軍秀忠の正室お能の方の領地でした。中原街道沿いでは東方村、池ノ部村、そして先ほどの茅ヶ崎村がその領地です。そして街道からは外れますが、川場村、江田村も領地だったと伝わります。前回の川崎の回でも話しましたが、秀忠は中原街道を通り鷹狩に出かけています。鷹狩はただの娯楽ではなく、その道中で領内を視察することも目的の一つです。正室の領地だと知っていたかは分かりませんが、どのような思いでこの辺りを視察したのか気になりますね。お郷の方の父は浅井長政で、母は織田信長の妹お市。ご存知の通り、浅井家は信長を裏切り滅びますし、お郷も二度の結婚を経て、最終的に秀忠の正室に落ち着きます。姉さん女房で嫉妬深く、秀忠を尻に敷いていたと言われています。ただこの人物像は後世になって小説などで作り上げられた可能性が高いという指摘もあり、武家の棟梁たる将軍が本当に尻に敷かれていたのか、下世話な話ですが、その真偽が気になりすぎて夜しか眠れません。もし尻に敷かれていたとしたら、秀忠は周辺を隅々まで視察していたかもしれませんね。こちらの信号を右折し、しばらく進むと生野部城跡があります。さらに、そこから200メートル離れた場所には川和城があったとされます。どちらも遺構は残されていません。中原街道は山王前で右折し、佐江戸へ。やや進むと、右手に小高い丘が見えます。その上には佐江戸城がありました。このように、一帯には室町時代から戦国時代にかけて、たくさんの城が建てられました。戦国時代、関東の覇権を争って扇ヶ谷上杉氏と小北条氏はバチバチにやり合います。鶴見川が近いこの辺りがいかに重要な防衛拠点を担っていたかがわかります。佐江戸は城の麓の集落というだけでなく、小杉に続いて中原街道2つ目の宿場町という側面もあります。宿場町といっても東海道がメインで、中原街道はサブであるため、私たちがイメージするような宿場ではなく、主な業務は荷物の中継でした。残念ながら当時のものは残っていないようです。佐江戸宿は鶴見川のそばにあり、小杉宿は多摩川の近くにあります。どちらも大きな川の手前に宿場が設けられていますね。少し進むと落合橋で鶴見川を渡ります。橋を渡る前後はかつて落合という名が地名に含まれる場所でした。落合とは全国各地で見られる地名で、川の合流点、つまり川が落ち合う場所につけられます。この辺りは鶴見川と恩田川が合流する場所にあるため、まさに典型的な落合地区と言えるかもしれません。現在では住所としての落合はなくなってしまいましたが、橋の名前として残っているわけですね。今走っている場所の左側は神山、右は中山です。互いに関係がありそうな地名ですが、それぞれ別の由来を持っています。神山はもともと神猿山と言いました。しかし猿の部分がいなくなることを意味する猿を連想させて縁起が悪いということで、その部分を除去して現在の地名になります。一方で中山は村の中央が丘陵になっていることに由来します。神山と中山、隣り合う地区で似ているようで微妙に違う。
地名の由来というのは面白いものです。坂を登り切ると大きな通りと交差し、その直後に左に怪しい道があります。こちらが旧道の名残です。やや狭い感じがたまりませんね。自動車用に広げてありますが、幹線道路の旧道というとこのくらいの道幅というイメージがあります。旧道を抜けて本線に合流すると、また本格的に丘陵地帯を進んでいきます。このだらだらと登る長い坂、約1キロにもわたって登りが続きます。その様子から長坂と呼ばれています。周辺には豊かな里山の風景が残っていて、四季の森公園を中心に保全されています。中原街道こそ通っていますが、昭和中期になるまで目立った集落が形成されていません。そのおかげで多くの自然が残っていて、手つかずのままであったり、公園として整備されています。横浜では戦後急激な人口増加に伴って開発が進み、多くの森や農地が宅地化されてきました。今回の動画でも港北ニュータウンの一部を通ってきたため、想像に難くないかと思います。ニュータウンだけでなく無秩序に宅地が広がることもあります。こうした状況の中で緑を守り、市民が憩う場として全国に先駆けて市民の森という制度を創設し、保全に力を入れています。長坂を登ったところから今度は徐々に下っていきますが、下ったり登ったりを繰り返しながら徐々に標高を下げていきます。山田のあたりと違い、なるべく直線的に丘陵地帯を横切る形です。そしてその途中に上白根の村がありました。次の坂を下り切ったあたりですね。この下り坂の途中には旧道の名残があります。ここから左に入って並走する小道です。撮影時は気づかなかったので、そのまま直進しています。信号を左手に進むと村があり、右手には大きな池がありました。農業用水として江戸時代に作られた池で、上白根と下白根で利用されます。周囲の村々が水不足に苦しんでいた時期でも、水量が豊富な大池を有する上白根と下白根では水に困ることはなかったと言われています。それほど水利をもたらした大池ですが、現在は周辺の宅地化に伴い埋め立てられました。跡地は公園として再整備されて、住民の憩いの場となっています。江戸時代は物理的な水のオアシス、現代では心のオアシスといったところでしょうか。鶴見川を渡ってからというもの、息つく暇もなく上り下りを繰り返しています。多摩丘陵を突っ切るルートとはいえ、江戸時代の人はこれだけのアップダウンをものともせず、標準的な人であれば40キロも歩いたといいます。その健脚っぷりには驚きです。正面のやや右手に緑が生い茂る丘が見えてきました。あの丘のあたりに河合御殿があったと考えられています。御殿とは将軍が休憩宿泊するための場所です。小杉御殿のところでも話しましたね。こちらの河合御殿は残念ながら目立った遺構は残されていません。小杉御殿との違いは鍵の道が整備されていないという点でしょうか。この地に御殿を築いた理由は丘の頂上にあり、遠くを見渡せるため、敵衆を見つけやすいからと言われています。小杉は平坦な土地だったので、道を曲げて敵の勢いを削いでいましたが、それとは違う観点から守りを考えていたようです。下川インターを過ぎると左手に階段があります。旧道は階段の上を進みますが、車は通れないため直進します。そもそも旧道は階段ではなかったようです。保土ヶ谷バイパスの建設に合わせて周辺の地形がだいぶ変わっていて、本来の中原街道は途切れてしまっています。ここで左から出てくる道が昔の道です。今回は右に進みます。旧道に入って少しすると右手に石柱が立っています。先ほどの場所には八差の一里塚がありました。一里塚は江戸の日本橋を起点に約4キロごとに設置された、いわばキロポストです。人の背丈ほど土を盛って、その上には木が植えられていました。旅人はこれでおおよその移動距離を測ることができ、他にも木陰で休めるなど
一石二鳥の役割を一里塚が担っていました。なお、この一里塚を全国に設置するように命じたのは、幕府を開いた後の家康です。右手には、優し市民の森、そして、その奥に、追分市民の森があります。追分とは、道の分岐点を意味します。なぜ追分とつけたか、その根拠となる資料に当たることはできませんでしたが、中原街道ともう一つの幹線道路だった野座街道が交差することが由来と考えています。野座街道は、江戸と鎌倉を結ぶために整備された道で、武蔵の国と相模の国の国境を通ることからそう呼ばれています。ここで交差する道が野座街道、そして走ってきた道と並走する道が現在の中原街道です。このまま県道に復帰したいのですが、左折しかできないため、今回はここまでにして、次回は相模の国と武蔵の国の国境から再開したいと思います。今回の動画を作るまで、河合に御殿があったことは知りませんでした。次回は、どのような歴史と出会えるか楽しみです。最後までご視聴ありがとうございました。